竹中先生、今回も動画良かったですよ。何 GoTo キャンペーンは2000億円使って5兆円の経済効果があった。これすごいじゃないですか。25倍の経済膨らんだわけですよね。感染率も25倍ぐらい膨らんだってことですかね。でもう一つなんですけども、 GoTo キャンペーンがこの感染症蔓延になんかね因果関係があったのかみたいなこと言われて、因果関係はないって言われてますけども、これはねでもひとえに感情の問題だと思うんですよ。 GoTo キャンペーンがわさわさ動いてるから、なんとなくね他の土地から人が来てうちの土地に病気をこう流行らすんじゃないかみたいな、こういった恐怖心があるんじゃないかなと思うんですよ。で7割の接触を減らしましょうって言ってるわけでしょ。基本的には接触減らしましょうって言ってるのに、旅行に行くと接触が増えるじゃないですかね。満員電車に乗ったりとか新幹線乗り換えたりとか駅を使ったりとか飛行機に乗ったりとかホテル泊まったりとか、不特定多数の人同士が集まるところにわざわざ行くわけですから、それは、ね、どうなのかなと思うんですよ、やっぱりこういう恐怖心に対してもメッセージを送らないといけないですし、どちらかというとね GoTo キャンペーンやっても批判される、やらなくても批判されるっていう、お気持ちはその通りなんですけども、やっぱ一貫したメッセージがないから、要するにねメッセージがブレすぎるんですよ。ブレすぎるだからなんじゃないかなと思うんですよ。そして GoTo キャンペーンをやるよりも、もう全てね動きをちょっとね止めてもらって、で GoTo キャンペーンとか旅行とかちょっと落ち着いてからやりましょうと。感染が収束してからっていう立て付けだったじゃないですか。だからそれまでは皆さんにはちょっとねじっとしといてもらって、その分の給料は現金粗利保証しますよって言った方が良かったんじゃないかなと思うんですよ。確かに2000億円で5兆円の効果が生まれたって言いますけども、いやはっきり言ってねこれね2000億円使って5兆円の効果がある、その何2兆5000億円ぐらいは国民が回してるじゃないですか、ね、半分は。あとは補助金で2兆5000億円ぐらいくれてるのかもしれませんけども、だったらね2兆5000億円を国民に直接給付、要するに10万円を2発食らわすってもよかったんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。まあ、私もちょっとね竹中先生ほどの見識はありませんけども、まあ攻めるとすればこういうところかなと思います。そして他にも何かありましたよね。何だったかな、いろんなやり方があったということですけども、今回非常に問題だと思うのは、ああなるほどね、分かった。これね GoTo キャンペーンをやってる時はやめろやめろと言って、やめたら事業者どうするんだみたいなジャーナリストの批判でしょ、それはねやっぱりね視聴率もあるししょうがないんじゃないかなと思うんですよ。かくいう私もなんかねこういう風な政治的な権力的な姿勢を批判することによってこうやって動画作らせてもらってますんでね、少なからずアクセスが集まってくるんで、まあ批判をされるのは常ということでございますね。まあ最後にね締めくくるとすれば、 GoTo キャンペーン、 GoTo キャンペーンを連呼するよりも GoTo パソナ、 GoTo 派遣という風にこういう風にね煽った竹中先生、あなたはどうするんですか。あなたは GoTo キャンペーンじゃどころじゃないですよ。 GoTo パソナ、 GoTo 派遣とか言ってね盛り上げちゃったじゃないですか。その辺批判されても仕方がないですね、まあ、マスメディアが悪いというふうな締め方を竹中先生されてましたけども、マスメディアもね煙のないところに火は立たずですよ。逆か、火のないところに煙は立たずまあ人は何やっても批判するものであり批判されるものでもあるかもしれないですね。まあ、今回本当にお疲れ様でございました。私はですね竹中先生がねまだね心の奥底にやばいものを抱えてるんじゃないかなというふうな多くの噂を鵜呑みにしておりますんで、もうちょっとねスパッと一刀両断でコメントの方お願いします。それでは次の動画も楽しみにしますよ。で元ネタは下の方にいつも通り貼っときますんで、皆さん元ネタ下の方にご覧いただいて、さらに怒りを増幅させてみてください。では行ってらっしゃい。